帰ってきたでしょ。あら、あ、乙女さん起きてたの？起きてましたよ。11時過ぎても電話一本くれないし、何かあったんじゃないかと思って心配で心配で。私だって仕事のある身だから12時にはベッドに入ったけど、眠れなくて待っていたら鼻歌混じりで帰ってきて、お部屋に入ってくるとき忍び足、変な格好、ベッドに入ってくるときだってそーっと自分の顔鏡に見たらいいわ。何かやましいことでもあったの？いやいや違うんだよ。昨日はね、ほら文明出版の岡崎さんがさ、あのなんか今度の小説はもうすっごく面白いって言ってくれてさ、きっと売れるからって前祝いにって言ってさ、あの銀座のクラブに連れて行かれたんだよ。そこでバーッと盛り上がっちゃってさ、そんなとこでよ、男がさ、ほら家に今晩遅くなるからなんて電話かけられないでしょ。銀座のクラブ、そこでつけられたんだ。あ、口紅はね、自分で洗っても落ちないの。私恥ずかしくて持っていけないから、まさきさん自分で洗濯へ持って行ってください。ね、そんなに怒んないでよ。あ、そうだ、冷蔵庫にケーキ入ってたでしょ。お土産に買ってきたんだけど。ほらほら、美味しそうでしょ。100円ケーキじゃない。チーズケーキ2個、ショートケーキ2個、せいぜい500円じゃない。いや、600円はしたよ。こんなもんでごまかされないわよ。ねえ乙女さん、機嫌直してよ。さくらです。米田さん、殺し？わかりました、すぐ行きます。殺人事件？じゃあ今晩遅くなるね。ねえ乙女さん、勝手に入っちゃう。おばさんでしょ。おい、いや、あれ、ちょっと、あ、これ持ってて。え、いや、あ、どうして。あった。世田谷南署捜査課一係、さくら乙女です。失礼しました。大事な本です。え、あ、申し訳ございません。どうぞ。ご苦労様。はい。この匂い。ああ、これね。わあ、はあ、すごい。うちでも一度これぐらい飾ってみたいわ。こら、おかめ、何をもたもたしてるんだ。すいませんでした。朝飯をいつまでも食ってるんじゃないよ。また怒鳴られましたね。いつものことよ。ガイシャは中澤恵子35歳、この家の主婦だ。これは虐殺ですね。ほう、どうしてわかる。首に残った跡、紐などで締めた場合は擦ったような傷が残りますけど、手で締めた場合は虐痕といって指の跡が残ります。正解だよ。よくわかったじゃねえか。私だって勉強してますから。じゃあ、締めたのは男か女か。
よく見てみな。指の跡がでかいだろう。しかもこの締め方は相当な力ですよね。じゃあ犯人は男？多分な。それも相当体格のいいやつだ。それにしてもいいもの着てるのね。ちょっと失礼。あら、シャネルのスーツじゃない。この黄色いの何？花粉だよ。ほら。ああ、花粉ですね。どうしてこんなべったり。おい、米田。はい。手じゃどこにいる？ああ、それがまだ。女房が家で殺されたっていうのにどこにいるかわからねえってどうなってんだ！そんなこと俺に言われても。花粉か。でもどうしてこんなにたくさんの花を。おばあさん、ちょっとどいてシートかけるんだから。おばさん、ちょっとどいて。私、調べてるんですけど。ほら、おかめ。おかめじゃありません。乙女です。ん？なことはどうだっていいんだ。お前、邪魔なんだよ。どっか行ってろ。し、し。人を犬みたいに。私、機嫌が悪いんです、今日。ごめんなさい。まあまあね、戸棚は。流しは特に綺麗ってことでもないわね。さて、冷蔵庫は？普通のうちの冷蔵庫と変わらないじゃない。ということは、奥さんがまめに料理をしていて、ご主人とはうまくいってたってことかな。あら、これ銀座のリモージュのケーキじゃない？あらららららら、もったいないわ。なぜ冷蔵庫に入れとかなかったの？そんなこと言われたって俺が買ってきたわけじゃないし、ここに置いてあったんだから。いや、高いのよこれ。一度食べてみたかったけど手が出ないくらいよ。そうなの。生菓子につき本日中にお召し上がりくださいわ。もったいないわ。こら、お、気づきは昨日だな。そんなに食べてみたかったんならちょっと味見してみる？いいの？いいよ。できるならやってみな。あ、ダメだよ。冗談だよ。何考えてんの。これは証拠物件でしょうが。タコおばさんには冗談というものは通用しないんだから。冗談にも言っていいことと悪いことがあるわ。大人をからかうとどうなるか。あら、乾燥機、これがあると便利ね。ちょっと失礼。あ、洗濯物はためない主義ね。あら、これもシャネルじゃん。着るものといい、外車といい、贅沢してるんだ。あれ？これにも花粉。こっちは薄くて、あっちはべったり。恵子！恵子！恵子！外車の旦那、中澤秀一です。奥さんに間違いありませんね。
失礼ですが、あなたは？この人は恵子さんの母親で、私は義理のおばにあたるものです。お母さん、恵子はどこなんです？お姉さん、どうぞ。寝室のタンスの中はこんなものが。あら、離婚届、奥様の署名と印が押してあるわ。バカもんが余計なことを。すいません、声を出すな、読めばわかるだろう。外車は中澤恵子35歳、頸部に人の親指と思われる薬痕が見られることから、死因は両手で首を絞められた窒息死、暴行その他の痕跡はなし、なお死亡推定時刻は昨夜の10時半から11時の間だそうです。外車の昨日の足取りはどうなってるんだ？私です。すいません。あきら、遅いぞ遅いぞ遅いぞ。すぐです。ちょっと待ってください。すぐです。はい。被害者は昨日の昼から夕方まで青山の二条会館で行われました三つ葉流生け花展に出席しておりました。たまたま昨日は誕生日で、門下生のお仲間から百合の花をプレゼントされて、展覧会が終わった6時に帰宅しています。お隣の奥様が6時半ごろ被害者が BMW という車に乗って帰ってきたのを目撃しています。亭主の証言の裏付けは取れたのか？はい。夫の中澤秀一35歳は渋谷で西洋アンティークの店を経営しています。昨日は午後7時に店を閉め、7時半から9時まで銀座の日本料理店ちぐさで会社のおじ梅原隆夫と会食、その後8丁目のクラブシャリバリで10時頃まで飲んで、店を出たところで別れたことまではおじの梅原隆夫が認めています。ただし10時以降の行動については今のところ証人はありません。梅原隆夫ってどっちのおじなんだ？ですね、会社の父親、その弟です。それとですね、中澤の店は経営難に陥っていて、昨日も借金を申し込まれたそうですが、梅原は断ったと言っていました。会社の母親梅原とめの話によりますと、恵子と中澤は大学の同級生で、親の反対を押し切って卒業と同時に結婚しております。恵子の持参金を元手に中澤は今の仕事を始め、最初はうまくいってたんですが、バブル崩壊後は経営が傾き、今年に入って不当たりを一度出しております。まあ、トメも借金を申し込まれ、娘可愛さに融通してやったんですが、さすがに愛想が尽きて、最近では恵子に離婚を勧めていたようです。お？その話は会社の部屋で発見された離婚届と一致するな。金の切れ目が縁の切れ目ってやつだ。男の顔は履歴書、女の顔は請求書と言ってな。被害者の恵子ですが、亡くなった父親が資産家でかなりの額を相続しています。あの家と土地も恵子の名義です。それと生命保険が2社に加入しており、保険金を合わせて1億3000万、受け取り人は夫になってます。犯人は会社の店主、中澤秀一だろう。大いに可能性はあります。
なんだおかめ。おかめじゃありません、乙女ですよ。そんなことはどちらきんだい。なんか文句あるのか。いや文句じゃないんですけどね、中澤さんのお宅の台所のカウンターにケーキが置いてあったんです。銀座のリモージュってとこのバースデーケーキですけどね。ああそれは昨日恵子の誕生日だって思い出した梅原がクラブの従業員に買いに行かせて、それを中澤に持たせたそうです。ほら見ろ、ケーキが家にあったってことは昨日の夜中澤は一度家に帰ってたってことだ。日比谷公園に朝までいたなんてのは嘘だ。でもケーキって普通冷蔵庫に入れるもんでしょ。うちでは必ずそうします。だからケーキが冷蔵庫に入ってないとどういうことになるんだ。まだわからないんですけど意味があるような気がします。その意味のある大事なケーキを食おうとしたのはどこのどいつだ。え？それは鑑識さんが冗談で悪い冗談です。現状は外から侵入した形跡もない。玄関の鍵は開いていたが土足の跡もない。部屋も荒らされていないし金品も盗まれていない。顔見知りの犯行とみて間違いない。顔見知りって言うと、おいさっき出たおじさんあれなんて言ったっけ。梅原高尾です。おう梅原隆夫、こいつのアリバイは。梅原は中澤秀一と別れた後六本木のバーサンゴに行き12時ぐらいまで店にいたそうです。そうか、よし。妻が殺されたら夫を疑い、これは捜査の基本だ。中澤には犯行当日のアリバイがない。夫婦仲も離婚寸前、金にも困ってる。女房は家と土地持ちの金持ちだ。おまけに保険金は1億3000万。もう間違いないだろう。これで女でもいた日にはグリグリの20丸大本命ってやつですよな。なんだまだ何かあるのか。洗濯物のカゴに被害者のセーターが入ってたんですけど、そこにも花粉がついてたんです。それがどうしたっていうんだ。現状は家中花だらけで花粉はあちこちに散らばってたんだ。服についてったからっていう不思議はねえだろ。そうなんです、セーターにはこの肩から胸元のあたりにうっすらついてたから、お花を生ける時についたのかなと思ったんですけど、でも被害者が殺された時に着ていたスーツにはこの背中のとこから腰にかけてべったりと、まるで百合の花の上に転がったみたいに。だから犯人と争った時にくっついたんだよ。だからそれをちょっと、とにかくな、これだけ状況証拠が揃ってるんだ。中澤の身辺徹底的にマークしろ。ひょっとすると女の一人は二人出てくるかもしれん。やつの申し立てているアリバイはどうします。銀座のクラブを出てから朝まで日比谷公園にいたっていう。そうか、無駄だと思うが一応調べてみる必要あるな。よし、夜中中イチャついてるカップルとか覗きの痴漢、それとホームレス。コーヒー飲んでいいかな。ちょっとアイデアに詰まっちゃって。どうぞ。あ、そう、ありがとう。何悩んでんの。ケーキのこと。やっぱりそれ美味しくない。安かったもんね。そうじゃないの、今日の事件現場にあったケーキ。あのね、冷蔵庫に入れとかなかったもんだから生クリームが溶けて油が浮いてきてもうベトベト、イチゴがベチャッとなってもうぐちゃぐちゃ。銀座のリモージュのケーキがよ。ベトベトのベチャのぐちょぐちょ。よし、どうしたの？うん、できた。細かくしなやかな指がクリームに伸び、ぐちょぐちょとかき回した。赤いマニキュアを塗った爪は真っ白なクリームの中からべっとりと溶けたいちごのように
怪しげに誘いかけている。彼女は指先にたっぷりとクリームを取ると、僕のベトベトのあの部分に、はあ、頭が変になっちゃう。ダメですね、ごめんなさい。社会性がないのよ、いつも言ってるじゃない。ああ、外車の行動を調べろっていきなり鎌倉だもんな。みんなは都内で動き回ってるっていうのに。米田さん、また私と組まされたって嫌がってるんじゃない？そんなことないですよ。ならいいけど。桜さん、たまにまぐれあたりで犯人見つけちゃうし、俺、桜さんと組むの結構楽しみなんです。まぐれあたりっていうのは気になるけど、まあいいわ。あ、ここじゃないですかね。おお、さすが三葉流家元ともなるとすごいお屋敷ですね。いいお庭ね。ええ、さあ行きましょう、いざ鎌倉。あ、それを言うならいざ鎌倉。あ、合ってますね。何言ってるの？珍しいな。こちらでお待ちくださいませ。お家もすごいけど、庭も綺麗ですね。畳のヘリ踏んじゃダメよ。あ、そういうもんなんですか。あら、枯れてる。ねえ、ほら。ほんとだ。枯れてる。あ、ああ。あ、抜けちゃった。あら、さくらさん、え、誰か人が来ますよ。あら、これ早く早く。夜です、早く。遠路はるばるご苦労様です。ここは鎌倉の外れですから、東京からではさぞお時間がかかったでしょうね。とんでもございません。こちらの方こそご無理を言って捜査に協力していただいて、私、世田谷南署の刑事の桜乙女と申します。同じく米田三郎です。失礼ですけど、あなた様がお家元の三葉三玉先生で。水玉と読みます。あ、あら、そんなに私の名前がおかしいんですか。いいえ、あの、そうじゃなくて、床の間の枯れた花が。これはわざと枯れた花を生けてすがれた風情を楽しんでいるんです。これ詫びの心とでも申しましょうか。すがれた風情。詫びさびですね。そう、詫びさび。時間がございませんので余計を。あの、おとといの中澤恵子さんの行動についてお聞きしたいんですが、お昼に二条会館に着いて6時に帰るまでの間、何か変わった様子はありませんでしたか。あなたたち何か心当たりは。いえ、特には。お母様の梅原とめさんをご指導していた関係で、恵子さんは6歳の6月6日から私の指導を受けておりました。ですから私はですね、娘を亡くしたような気持ちで、私は辛くて辛くて。そうですか。おとといもですね、彼女の誕生日ということで、私はこのユリの花をですね、送った。あ、そうですか。それであんなたくさん。もう信じ
ったんです。中澤さん、会場にはお着物でいらしたものですから花粉がついてはいけないからと、私が花束を車のトランクにお入れしました。あの、着物だったんですね。はい。あ、何か。でもこんなところで申し上げていいのかどうか。あなたね、わざわざ鎌倉までいらしたんですからね。ここだったらねえ、何でも話して差し上げなさい。忙しいところどうもありがとうございました。いえ、お役に立ちませんでね。じゃあ失礼いたします。送ってあげて。おお、パルどうしました。いきなりどうしました。まあ抜けちゃった。じゃあ失礼いたします。まあしびれ切らしちゃったのかしら、あの人。もう本当に情けないわね。乙女さん、旦那に遅くなるって電話しなくていいのか。いいんです、別に。あ、夫婦喧嘩でもしてんのかい。あ、夫婦喧嘩って言えば、あの日の朝中澤夫婦もやってたんですよ。そう、そうよね。じゃあ離婚届とその夫婦喧嘩が中澤の犯行を裏付ける強力な証拠になるな。でも恵子さんのセーターとスーツについていたあの花粉のつき方はおかしいわ、絶対に。デカ長が言う通り、中澤と揉み合ってるうちについたのかもしれねえよ。じゃあケーキが出しっぱなしになってたのは。例えば中澤がケーキの箱を台所へ持って行ったのかもしれねえよ。朝夫婦喧嘩して恵子はその余韻でツンケンしてた。だから中澤仕方なく自分で。ケーキぐらいじゃごまかされない恵子は離婚届を振りかざして中澤に食ってかかった。カーッとなった中澤は恵子を絞め殺してしまった。自分のしたことにびっくりした中澤は家を飛び出して一晩中町をうろついてた。そして日比谷公園のベンチで動揺して家を飛び出す前に離婚届だけはちゃんと寝室の恵子さんのタンスの引き出しにしまってですか。やっぱりなんか腑に落ちないですよね。どうも。ああ、この間の刑事さん。この度はご愁傷様です。恵子さんのお母様はどちら。待合室の方で横になっておりますので、こんな時になんですけどちょっとお話を伺わせていただけないでしょうか。何でしょうか。あのですね、事件当夜のことなんですけど、梅原さんが六本木のバーに疲れたのは何時頃だったんでしょうか。10時45分ぐらいでしたか。前に言いました。この日も常連の何人かと釣りの話をして、そう、12時ちょっと前に店を出て地下鉄で帰りました。釣りがご趣味なんですか。はい。で、お仕事は。は、去年定年退職しましてね。まあ年金と退職金で、まあ、家内と二人で贅沢さえしなければなんとかやっていけると思いまして。あ、兄貴は親父の不動産会社を継いで、それをより大きくして資産を残しましたが、
や、それこそ馬車馬のように働いて結局早死にしてしまいましたからね。私は一生サラリーマンで財産こそ残りませんでしたが、まあ、今になって考えてみるとそれでよかったんじゃないかと。はい。英子、肩が凝っても首が締まりそうなのよ。ちょっと来てちょうだい。はい。すみません、ちょっと失礼いたします。あの、トメさんは奥様のこと呼び捨てになさるんですか？英子は姉の姪にあたるんですよ。ああ、そうですか。ということは、トメさんと英子さんの関係は義理の妹でもあり、姪でもあるわけですね。ええ、そういうこともあって、英子は親身になって面倒を見てるんですが、いかんせん姉は苦労知らずのお嬢様育ちでしてね。そうですか、姪御さんですか。どうだ、弔問客の聞き込みは。中澤の評判かなり悪いですよ。恵子と結婚したのは恵子の親父の財産目当てだってほとんどの人間が思ってますからね。ここ何年かはしょっちゅう夫婦喧嘩してたみたいで、1ヶ月前にも恵子は顔にあざを作ってたって証言もありました。そうか、やっぱりな。電車空いてたでしょ。で、課長さんたちどうしたの？僕じゃない、本当に僕じゃないんです。それじゃあなんで台所にケーキがあったんだ。知りませんよ、そんなこと。よし、それじゃあ俺が説明してやろう。あんたはケーキを持ってタクシーで帰った。だが恵子は朝の夫婦喧嘩を引きずって機嫌が悪かった。仕方なくケーキを台所に持って行ったが、酔ってたんで冷蔵庫に入れるのを忘れちまった。そしたら恵子がこれを持ち出してきた。離婚してよ。これを突きつけられてあんたは逆上し恵子の首を絞めた。そうだろう。違う。この離婚届は、これは恵子が僕を激励するために。なんだこれは。母に書かされたの。え？あなたと離婚するなら手切れ金としてあなたに3000万円払ってやってもいいって言われたわ。なんだって？ねえ、こんなに侮辱されて悔しいでしょ。悔しかったら人にお金借りることばっかり考えてないで真面目に経営立て直すこと考えてよ。お店ちゃんとして母のこと見返してよ。あの日の朝、恵子はそう言って俺の前で泣きました。もっともらしい作り話をするじゃねえか。作り話なんかじゃない、本当なんです。あの日の朝、あんたは奥さんと喧嘩して離婚届を突きつけられて奥さんに泣かれて、それでもうるさいって怒鳴りつけたんじゃないのか。違う、喧嘩じゃない、話し合ったんだ。恵子は俺と別れる気なんて全然ないって言ってくれた。俺は恵子を殺してなんかいない。本当に。はい、じゃあどうも。どうでした？で、会長たちすごい剣幕だったでしょ。でも本当に中澤さんが犯人なのかしら。あ、そろそろ始まったかな、乙女さんの変だ病が。いやいや、まだそこまでは行ってないんですけど。そうですよ、今度の事件ばっかりはいくら桜さんだって。中澤の他に関係者って言うと
叔父の梅原だな。10時に銀座の店を出て10時45分には六本木のバーにいたんですよ。45分で世田谷の中沢家に行って稽古を殺してそれで六本木に戻るっていうのはどう考えても不可能ですよ。そうだな。私明日からもう一度中沢さんの足取り調べてみようかしら。米田さん手伝ってくれない？あ、僕明日ダメですよ、非番ですから。何こんな時に非番だなんて。あ、ダメダメ、絶対ダメ。しかしな乙女さん、あのデカ長が OK 出すかどうかだ。中沢を保持だと思い込んでんだから。デカ長さん、私中沢さんの足取りをもう一度調べてみたいんですけどよろしいでしょうか？そんなことはもう調べる必要はねえ。でももう一度。また捜査の足引っ張ろうってのか？足引っ張るなんてとんでもないですよ。あ、ほら米田、こんなことになっちまったんでな、悪いが明日の見合いは付き合えねえぞ。あ、はい。お見合いって？ええ、あの実は明日見合いなんですよ、修善寺で。修善寺って伊豆の？でも親父とおふくろがどうしても出なきゃいけない葬式があって、それでデカ長さんに付き添いをお願いしたんだけど。あ、そうだ、おかめ、お前米田に付き添ってやれ。え？明日休みをやるから米田と一緒に修善寺行ってこい。いや、私はそれよりも。そうですよ、さくらさんが来たらまとまる話もまとまんなくなっちゃいます。どういうことそれ？いや、あ、だから裏切り者。いやいや、これは上司の命令だ。おふくろの親友っていうのがこっちで旅館をやってるんですが、その人がいわゆる仲人おばさんでして、その人の口利きで。で、相手はどんな人なの？それが修善寺の大きな旅館の一人娘で。いや、俺にはとてもじゃないけど釣り合わないって言ったんですけど、でもぜひ向こうが一度お会いしたいって言ってきたもんですから。逆玉ってやつね。いや、逆玉だなんてそんな。お見合いがうまくいって結婚ってことになったら、この修善寺の大旅館の若旦那になるの？え、まあ最初から若旦那ってわけにはいかないわね。はじめは旅館の八匹来て、さっき駅前で旗持って立ってた人みたいに客引きから始めるのね。頑張ってね、若旦那。ちょっとやめてくださいよ、そんなもん。曲がってる。あ、はい、すいません。遅かったじゃない、先方さんも見えてんのよ。すいません、さくらと申します。あの署の先輩なんですよ。今日親父たちの代わりに付き添いで来てもらったんです。刑事さん。あの、こちらが仲人をしてくださる畑野さんです。畑野でございます。どうぞよろしくお願いします。さあさあさあ、急いで急いで、はいはい、こっちこっち、急いで急いで。そうだ、三郎ちゃん、お見合いの前に言っとくことがあるのよ。何ですか？私ね、三郎ちゃんにも本当にいいお嫁さんをと思ったもんだから、先方さんにちょっと吹いちゃったのね。あなたは大変優秀な刑事さんで、それで末は警視総監も夢じゃない。警視総監？すみません。いや、あの、俺が警視総監だなんてそんなこと絶対ありえませんよ。そんなこと言ったら結婚詐欺だよ。いいのいいの、決まればこっちのもんなんだから。だからうまく話し合わせてね、くれぐれもボロ出さないように。あ、それからそっちの刑事さんもよろしくお願いしますよ。はい。六条さゆりです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはさゆりさんのお母様で六条玲子さん、修法館のおかみさんで、修法館って言ったらこの修善寺でも一二を争う伝統と規模を持った旅館でね、そこを切り盛りなさってんだから、もう大したご婦人で。よろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。米田さんは
世田谷南署の巡査長とお聞きしましたが。あ、はい、そうです。あの、私から申すのもなんですけど、米田さん本当に仕事熱心で、捜査に忙しい時なんか何日も家へ帰れなくても文句一つ言わず署内に泊まり込んで捜査を続けるんですよ。失礼ですが、米田さんの給料はいくらでいらっしゃるのかしら。あ、それはあの、手取りで25万円です。あの、お給料は一流会社並みとは言えませんけど、お仕事は世のため人のための仕事ですから胸を張って。畑野さん、最初に伺ったお話と随分違うんじゃございません。米田さんのお年で巡査長じゃ警視総監なんて夢のまた夢じゃございませんか。あ、いや、あ、でもそれにお給料、さゆりの着物の一枚も作れやしないわ。お母様、そんなこと言ったら失礼じゃない。あの、ちょっと待ってください。確かに米田さんは警視総監は無理かもしれませんし、お給料だってよくありませんよ。でも本当にいい青年です。一緒に働いてる私が保証します。ですから収入とか将来性とかそんなことで人間の価値を決めないで、もっとなんていうか人柄をね、じっくり見るのがお見合いじゃないんでしょうか。桜さん、もういいですよ。いや、でもあの、嘘をついてしまってどうも申し訳ありませんでした。この通りです。米田さん、ごめんなさいね。私何かいけないこと言ったのかしら。いや、さくらさんのせいじゃないですよ。本当言って清々してるんです。どう考えたってあの娘さんと俺とじゃ釣り合いませんもん。いや、結婚って釣り合うとか釣り合わないとかそんな問題じゃないと思うの。相手の良さを認め合えるかどうかよ。それが結婚して幸せになれるかどうか決めるのよ。うん、そういうもんですかね。そうよ、心配しなくて大丈夫。米田さん、あなたには賢くて美人で育ちのいいお嬢さんが現れるから。ついでにおっぱいが大きくてお金持ちだったら言うことないんですけどね。おっぱいはやっぱり大きい方がいいの。ああ、まあそれはないよりあったほうが。事件だわ。あ、さくらさん。ダメですよ、さくらさん。これは東京じゃないんですから。いや、ダメですって、さくらさん。こっちじゃないですか。何があったんですか。事故らしいんだけどね、死人が出たんだって。梅原さんの奥さんらしいよ。梅原？かわいそうにね、娘さんが東京で殺されたばかりだってのに。あちこ、ダメですよ。あ、すいません。ちょっとおばさん、ダメだよ。無関係者以外立ち入り禁止だから。さくら乙女です。あ、失礼しました。すいません。さくらさん、いいんですか。
鑑識さん、この着物のシミなんですか？検査してみないとまだ断定はできないんですけどね。多分水ですよ。匂いも色もないし。ちょっとおばさん、あんた誰？なんでこんなとこにいるあんたたち。まったく黙ってればいい気になっても、誰だあんたたちは。どうしたんだ、なんだこの人たちは。いや、あのこのおばさん。世田谷南署のさくらです。世田谷東京の。そうです、こちら同じ署の米田さんです。どうも。なんで東京の刑事さんが。はい、この女性は梅原とめといって、東京で起きた殺人事件の被害者の母親なんです。二つの事件には何かつながりがあるんじゃないかと思って。いくら東京の殺人事件だって、ここは管轄が違うだろう。分かってんの。はい、それは分かっています。俺たちたまたま通りかかったもんで。この人死亡してからまだ24時間経ってないでしょ。死斑は出てますけど、ガス吸引中に動いた様子がないから、多分お酒か睡眠薬を飲んだ可能性があります。その通りです。血液検査の結果はいつ出るんですか。ああ、まだはっきりとは分かっておりませんので。ちょっと待って、正式に警視庁から要請があれば教えるが、我々はそんなこと聞いてないぞ。立ちやんたちはここから退去してもらう。そんな縄張り意識は事件解決に邪魔になります。もっとグローブな目で。グローバル、グローバル、グローブかグローブだか知らないけれども、邪魔なのはあんたたちなんだよ。第一事件って決まったわけじゃないじゃないか。事故かもしれないだろ。とにかく立ちに出てってくれ、出てってくれ、出てってくれ。さくらさん、さくらさん、いい加減にしないと怒りますよ。ちょっとかっこよかったでしょ。検視の勉強しといてよかった。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。流しはまあまあ綺麗にしてるわね。指紋つけちゃダメよ。分かってます。まあ、ミックスベジタブル、ブラックタイガー、エビグラタン、春巻き。米田さん、これ全部冷凍食品よ。本当だ。ガラガラ。あれ？トメさん一人なのにどうして冷凍食品こんなに解凍する必要があるの？ちょっと待ってくれよ、あんたたち。いい加減にしないと捜査妨害で逮捕するぞ。あの身内の方がお見えになられました。え？分かった。すぐ行く。こちらです。失礼ですが、あなたは？私は梅原さん。まあ、この度はとんだことで。刑事さん、何ですか？あの人は？あの人は梅原英子さんと言いましてね、亡くなった梅原とめさんの義理の妹でもあり、姪御さんでもあるんですけどね。なあ、あのおばさん刑事にあの人の事情聴取してもらえないかな。え？いや、あの人はあのおばさん刑事のことすごく信頼してるみたいでした。ここは一つその捜査協力ってことで頼むよ。さっきは捜査妨害って言ってたくせにな。そこを水に流してね。わかりました。じゃあ聞いてみますから。刑事さんはどうしてこちらに。たまたまお見合いの付き添いで修善寺に来てたんです。そうですか。あの、とめさんはどうしてこの別荘に。恵子さんの事件があって以来、すっかり気力をなくしてしまって、不眠症もひどくなって睡眠薬の量も増えてました。それで妙な気を起こされては大変だと思って、療養がてらこちらに連れてきたんです。そうですか。それであなたも一緒にこちらにいらしたんですね。ええ、でも私は昨日東京に帰ったんです。主人が前々からの約束でお友達と旅行に行っていまして、昨日東京に帰ってくることになってましたから、少しは気分が変わるかと思って連れてきたんですけど、姉はよく
恵子さんと一緒にこの別荘に来てたんです。でも私が昨日東京に帰って一人になったら恵子さんのことを思い出して、それできっとこんなことに気にはなってたんです。だから今朝早く電話をしたら応答がなくて、それで管理人さんに電話をして姉の様子を見てもらえないかってお願いしたら、そしたら昨日は何時頃ここを出ましたか？夕方の5時半頃です。管理人さんに姉のこと頼んで6時の電車に乗りました。しかし梅原とめさんがね、だけどその現場に立ち会うというのも偶然というか奇遇というか。冗談から駒みたいな話でしょ。それを言うならひょうたんから駒だよ。ひょうたんか、あ、そう、そうでした。世田谷南署です。もしもし、あ、さくらさんですか。はい、米田です。おととい確かに梅原英子は午後6時の電車に乗ってますね。当日乗務した車掌に英子の写真を見せたら間違いないって言ってました。そう、ありがとう。ご苦労様。どうしたんだ。梅原英子が東京へ帰る電車の中で切符をなくして車掌と揉めたって言ってたんです。それで念のためと思って米田さんに裏付け捜査を頼んだんだけど間違いないって。へえ、そうか。しかしまだ自殺とも他殺とも断定されてねえのにやけにこだわるんだな。引っかかるんです。なんとなく梅原英子は控えめで無口だったのに、昨日私が何も聞きもしないのにペラペラ喋るんですよ。自分は東京へ帰ったって何度も言ってたし、さっきの電車の中で揉めたことだってそれとなくですけどね。なんだか印象付けようとしてるみたいで。なるほど。それに冷凍食品を冷凍庫に入れないで冷蔵庫に入れるっていうのも気になる。自殺しようとするトメさんがあれだけたくさんの冷凍食品を解凍して誰と食事をするつもりだったんですか。おかしいわ。飴、糖分は脳を働かせるの。おかめ、ちょっと来い。はい。何でしょうか。昨日梅原とめが修善寺の別荘地で自殺したそうだな。やっぱり修善寺氏は自殺と断定したんですか。そうですか。そうですかってことはねえだろこのバカモン。お前と米田が現状の捜査に首突っ込んで非常に迷惑したと修善寺の所長からうちの所長へ抗議の電話が入ったんだ。そんな嫌だわ。私協力してくれって頼まれたから。だったら抗議の電話が入るはずはねえじゃねえか。おかげで俺は部下の監督不行き届きだって散々油絞られた。まあ待ってよ、人ごとみたいな顔して驚くな。バカモン、どうして冷凍食品が冷蔵庫に入ってたんだろう。乙女さん、お茶入れて。あ、ダメだよ、冷凍食品出しっぱなしにしちゃ。冷凍食品ってのはね、一度溶けて再冷凍するともう味が落ちちゃうんだから。そうだったわね。ああ、このエビもう溶けてる、ほら。これ冷凍するとね、もう氷の塊みたくなっちゃって、もう本当にこれ一匹ずつ取るの大変なんだから。そうか、再冷凍か。え、今度は何、冷凍食品に関わる事件なの。いや、事件っていうか自殺らしいんだけど。
あれはどうなったの、ほら花粉のこととかさ、ケーキのこととか。そうそう、それも考えなきゃならないの。大変だね、いろいろ考えなきゃいけないことがあって。そうそう。よし、じゃあ俺がね、おいしいお茶入れてあげようか。まさきさん。え、もう喧嘩やめよう。ええうおおどうぞ。どうも。まだ落ちないのか、中さん。すいません、私たち全力で締め上げてはいるんですが。意外としぶといやつですよ。もしかしたらあいつ本当にシロなのかも。何？じゃあ俺の判断間違ってたっていうのか。いやいやいや、決してそのようなことは。どうしても落ちないならグーの音も出ない、新しい証拠を見つけて突きつけるんだ。はい。おい、お前たちもぼーっとしてないで新しい証拠なんか見つけてこい。わかりました。米田、おとむさん、俺たちも行こう。はい。もう一度修善寺に私行ってきてよろしいでしょうか。修善寺だ。はい。そんなとこに何の用があるんだ。いや、だから証拠を探しに。いやいや、おかめ、今抱えてる事件を掘り出して管轄外の事件に首を突っ込むってのか。梅原とめさんの事件は今度の事件と関係があると思うんです。修善寺署はとめの死は自殺だと断定したんだぞ。いや、そうでしょうか。私まだまだ分からないことが山ほどあるから。上等じゃねえか。お前なんかいたっていなくたってどうってことはねえんだ。そんなに行きたきゃとっとと行きやがれ。いいんですか、本当。おお、いい。今行け、すぐ行け、行ったきり帰ってくるな。ありがとうございます。さくらさん、どうしたの。俺も一緒に行きます。いいわよ、また課長に怒られるわよ。いいんですよ、俺もさくらさんと同じで、あの人たちにとっちゃいてもいなくてもどうってことない存在なんだから。さあ行きましょう。あ、本当は六条さゆりさんに会いたかったりして。そういうことなら一緒に参りましょう。じゃあ頼むよ。行ってきます。行ってきます。いらしたんですか、亀有さん。いらしたも何も。何なんだったら一体。ひどいじゃないですか。俺たち捜査に協力したのに、うちの所長に俺たちが邪魔したって電話したでしょ。いや、あれはその。それで仕返しに来たんですよ。っていうのは嘘。いろいろ聞きたいことがあるの。何ですか、これ。ダメだよ、これ。これ、梅原とめさんの死体検案調書でしょ。そしてこれは鑑識課の報告書。あ、いや、梅原とめは自殺なんだから。死因は？え、何が原因で死んだんですか。プロパンガスによる窒息死。血液中から睡眠薬かアルコールか検出されてますか。え、どうなんです。睡眠薬が検出された。もともと不眠症の件があったらしくて、一人娘が殺されてからそれがひどくなったらしくて。死亡推定時刻は。え、午後の8時から9時の間。それから逆算してガスの栓を開けた時間は何時頃になってますか。え、ガスの栓、ちょっと待って、ガスの栓、ちょっと待って。もうじれったい、ちょっと見せてください。すいません、おかしいなこれ、書いてない。ちょっと貸して。ビニール袋の容量を考慮に入れると、ガスを吸い始めてから約1時間で死亡したと推定される。ということは、ガス栓を開けた時間は死亡推定時刻の1時間前、午後7時から8時の間ですね。死体には争った形跡はなく、室内も荒らされてはいない。しかし遺書は発見されていない。どう見たって自殺だよ。トメさんの着物のシミは？
ら、ほら、やっぱり水だったんだ。おお。あ、睡眠薬を飲んだ時にこぼしたんじゃないですかね。でも死体のそばにコップはなかった。テーブルの上にもなかった。流しの中にもなかったわ。ということはコップは他の食器と一緒にきれいに洗って食器棚の中に収められてたってわけね。だけど洗ったのは誰かしら。トメさんが洗ったんじゃないんですか。トメさんは何にもしない人なの。全部英子さん任せにしてたから。じゃあ梅原英子がトメさんに睡眠薬を飲ませて。ちょっと待ってくれよ。あんたたちどういうつもりか知らないけれども、あれは自殺なんだよ。俺はここで刑事30年やってるけれども、殺人以外行けもないんだよ。それはその交通事故とか子育てとか、その男と女がたまに旅館でそういうのあるけれども、殺人事件は行けもないんだよ。東京と一緒にされたら俺迷惑なんだよ。困るんだよ。だって俺殺人事件なんかも一度扱ったことないもん。どうしてあんなにたくさんの冷凍食品が冷蔵庫に入ってたかってことよ。すいません。冷凍食品。桜さんが冷凍食品って言ってるから、店の人がこっち見て睨んでますよ。あら、あの人じゃない？ほら。謝って済むと思ってんのか、この野郎。じゃないんです。お前当たり前だろ。わざとやってたらな、殺してんだよ。どうしたんですか。その説はどうも。なんだお前ら知り合いか。まあそうですけど、どうしたんですか。見ろこれ。私が車を出そうとしたら急にドアが開いて。おてめえその目は。これぐらいの傷だったら保険で直せば済むことでしょう。自己証明書いてもらうんで修繕事所に連絡してきます。おいこら、ちょっと待てこら、はい、警察呼ぶって言えばビビるとでも思ってんのかこの野郎。お前舐めてんじゃねえぞこら。うわ、開いて、てめえの野郎、開いて。おい、おい少年、なかなかやんじゃねえか。だがおめえには話がねえんだよ、バカ。お嬢さん、あんたの親御さんのところに案内してもらう。おい！なんだ、クズ流会の人か。龍崎会長はお元気ですか。なんだと？確か会長さんは素人さんには手を出すなって子分たちに言ってたはずだけど。おい少年、てめえって何者なんだ。あら、いつかのお兄さんお元気ね。もう会長のマブたち。やべえ、もうこれはね、どうも失礼しました。おい、行くぞ。どうしたんですか兄貴。あのおばさん、デカなんだよ。そのうちの会長に面と向かって大説教して、会長、今気に入っちゃってさ、それからマブたちになってしまった。すごいおばさんなんだ。いや、どうも失礼しました。どうもありがとうございました。いえ、大したことじゃありませんから。でもじゃあ、米田さん、テレヤなんです。ごめんなさい。どうして話をしないの。せっかく会えたのに。いや、いいんですよ別に。だっていいんです。
乙女さんがモヤモヤしてるのはわかるけどよ、合戦が開かれた時刻には英子は電車に乗ってたんじゃねえのか。ええ、夫の高尾にもその日は東京にいたという完全なアリバイがあります。じゃあ二人とも違うんじゃねえのか。でも乙女さんの着物には水で濡れたシミがあり、その水を入れたコップが片付けられていることを考えると、私どうしても英子がやったとしか思えません。ガスのことはどうすんだよ。あんたの言ってることは時間になると合戦が開くタイマーでもない限り成立しねえぞ。ガスの線のタイマーか、そんなもんありませんよね。当たり前だよ、そんなもんあったら危なくてしょうがねえよ。はい、でもそれが問題なんです。はいはい、すいません。どうもありがとう。おお、はい、さくらさんのいちご。どうもありがとう。さくらさん、みぞれ。ありがとう。こんなストローで食べるの。あ、あら、あっ、あ、あ、あ、こんなこぼしたらもったいないですよ。ほんと、もったいない。これ吸って、吸って食べよう。ダメだ、これ氷が詰まって出てこない。ダメだ、ま、夏が終わる頃には あんたもストローで食べられるようになるよ。おいしい。これだわ。田代さん、恵子さんを殺したのが中澤さんじゃないとしたらどうなりますか。え、どうって。梅原とめさんが自殺じゃないとしたら、連続殺人ってこともありえますよね。じゃあまさか恵子が二人とも。ちょっと待て、中澤恵子を殺したのは男だぞ。首に残ってた指の跡は、あら間違いなく男のもんだ。鑑識もそう言ってる。恵子さんが殺されて得をするのは誰ですか。単純に言うと夫の中澤ですよね。保険金1億3000万の他に、恵子が父親から相続した財産が相当あるわけですから。だが妻を殺した夫は妻の財産相続できねえぞ。そう、梅原とめさんが死んで遺産は誰が相続しますか。とめさんは肉親がいないから、そういう場合には国のものに。誰か忘れちゃいませんか、米地。え、いや、でも梅原高尾は義理の弟だから相続は。そうか、英子はとめの姪なんだ。おとめさんよ、ちょいとあの夫婦調べてみる必要ありそうだな。またレイト食品全部出しちゃって。再レイトするともう味が落ちるって言ったでしょ。分かってる、大事な実験なのよ。ごめんなさい。こんなところへよくいらっしゃいました。初めてね。ええ、あの例の六本木のバーサンゴのバーテンから聞いた話なんだけど、梅原高尾は詐欺に遭ってます。詐欺？会社を退職する前に釣り船屋を買わないかって話を持ちかけられて、退職金の前借りをして投資したそうなの。ところが詐欺に遭ってお金は返ってこなかったらしいわ。梅原の銀行口座にはほとんど預金が残ってませんでした。それだけじゃなくて、ローン会社からの借金が1500万もあって。1500万も。ええ。俺、梅原英子のことを聞き込んでみたんだが、英子ってのは昔、梅原家で行儀見習いを知ったらしいんだ。高尾がそれを見込んで結婚したんだが、トメと娘の恵子は英子のことをお手伝い扱いにして、かなりわがまま放題したらしいよ。そうだったの。
した。よいしょ。どうぞ。すみませんね、もう乙女さんが冷凍庫からみんな出したもんで全部作っちゃいました。どうぞ食べてください。あ、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。はい、はい。これはうまそうだ。よいしょ。はい、じゃあどうですか。どうぞ、まさきさん。あ、どうもどうも。いただきます。うん、はい、どうも。私も少し。あ、こっちすごくない。いいの。いいの。どう？味はどうですか？美味しいです。いただきます。あ、うまい。どうかね、冷凍だからね。うんうんうん、大丈夫？大丈夫。美味しい。乙女さん、ホースはどうしたの？あ、そうだ、もうできてる頃だわ。ストローで思いついたの。ストローに氷が詰まって吸えなくなっちゃう。それと同じ、ホースの中に水を少し入れて凍らせると栓になっちゃう。それをね、あら、ごめん、まさきさん、ごめん。いい。ダメだ、いいアイディアだと思ったのに。いやいや、これね、もうちょっと時間をかければね、多分ちゃんと凍ったはずだよ。あの、そんなにがっかりしなくても大丈夫だよ、乙女さん。なるほど、ちょうど1時間で溶ける氷の栓を作ってガス栓を開いとけばガスのタイマーになるってわけだ。そう、そうよ、そうなるはずよ。これで英子のアリバイは崩れましたけど、高尾のアリバイはまだ崩れてませんよ。10時に銀座の店を出て10時45分には六本木のバーにいたんですから。そう、梅原は10時に銀座で中澤さんをタクシーに乗せてるのよね。そのタクシーがいくら探しても見つからねえってのが引っかかるんだよな。そうですよね。俺ちょっと思ったんだけどね、それって本当にタクシーに乗せたのかな。もしかしたら自家用車だったりして。あれ、俺何か悪いこと言いました？お呼び立てして。いや、それはいいんですが、どうしてここに恵子の車が。あら、この BMW が恵子さんの車だって一目でお分かりになったんですか？いや、そりゃ分かりますよ。そうですよね。この車なんですけど、まあトランクの中が花粉だらけなんですよ。ご覧になりません？ほら、すごいでしょ。恵子さんがね、お誕生日のプレゼントに百合の花をいただいて、それをここ入れて持って帰るとき落ちた花粉なんですよ。百合の花粉は他の花の花粉と比べて一度つくと取れにくいですからね。あなた何を言いたいんですか？私たちをこんなところに呼び出して一体どうしようって言うんです？中澤恵子さんが殺されたときに着ていたスーツの背中と腰にベッ花粉がついてたんです。私それが気になってしょうがなかったんですよ。でもやっとその謎が解けましたので、お二人に聞いていただきたくて。花粉の話なんか聞いたってしょうがないでしょう。じゃあバースデーケーキの話はお聞きになりたいですか？え、梅原とめさんがどうやって殺されたか、それもお話しするつもりなんですけど。殺された？あれは自殺だ。長い話になりそうなので、中へお入りになりませんか？どうぞ。さあ、どうぞ。
どうぞおかけください。梅原さん、早速ですけど、恵子さんが殺された夜、あなたは中澤さんと銀座で会ってお食事をして、その後クラブに連れて行って、お酒に睡眠薬を入れて飲ませて、眠ってしまった中澤さんを日比谷公園の人目のつかないところへ連れて行って、そこへ置いてきたんじゃありません？バカバカしい、何を言い出すのかと思ったら、どうして私がそんなことをしなければならないんです。第一、恵子が殺された時間、私は六本木のバーにいたんです。何人も証人がいる。世田谷で恵子を殺せるわけがない。あら、私、あなたが恵子さんを殺したなんて今言いました？あなたは酔った中澤さんをタクシーに乗せたって言いましたけど、そのタクシーいくら調べても見つかりませんでした。あなたはタクシーではなくて、奥様が運転してきたご自分の乗用車に中澤さんを乗せて日比谷公園に運んだんじゃないんですか？私たちそんなことしてません。梅原さん、あなたはその後恵子さんを何かの理由をつけて六本木の近くに呼び出したんじゃありません？例えばですよ、中澤さんが怪我をしたとか何とか言って。あなたは人目につかないところで恵子さんを殺した。そして恵子さんが乗ってきた車のトランクに死体を入れた。そしてあなたは車を駐車場に入れて何食わぬ顔で行きつけのバーに飲みに行った。冗談じゃない。何を根拠にそんなことを？さっき外でお見せした花粉ですよ。恵子さんが着ていたスーツの背中と腰の部分に花粉がつくのはそれしかありません。証拠もあります。そのスーツの背中からトランクの内張りの布地の繊維が発見されました。あの車は恵子の車だ。そんなことがあっても何の不思議もないでしょう。じゃあケーキのことはどう説明されますか？ケーキ？12時ごろあなたは六本木のバーを出て恵子さんの車で中澤家に行き、リビングルームまで恵子さんを運んだ。そして中澤さんが家に帰ったと見せかけるためにあなたが買ったケーキを台所のカウンターに置いた。もし中澤さんがケーキを持って帰ったのなら、恵子さんが冷蔵庫にしまったはずです。ところがケーキは置きっぱなしになっていた。なぜって、その時恵子さんは殺されてケーキを冷蔵庫にしまえなかったから。恵子さん、あなたは主婦として本当に立派な方ですね。だって一度冷凍庫から出して溶けてしまった冷凍食品をもう一度冷凍庫に入れても味が落ちるのを知っていて、あの時も冷凍食品を冷蔵庫に入れたまま東京へ帰ったでしょう。私ね、なんで冷凍庫が空っぽで冷凍食品が全部冷蔵庫に入っていたのか、ずっと疑問だったんです。でもそれが、これを作るためだったんですね。違いますか？こうやって水を少し入れて凍らせると中に氷の線ができます。
吹いてみましょうか。ほらね、あなたはこれと同じ方法でガス管を使って睡眠薬を飲ませて眠らせた梅原とめさんの口に加えさせたんです。すれば1時間後に氷が溶けてガスが流れ出す。その時あなたは電車に乗っている。そのことを印象付けるためにあなたはわざと切符をなくしたと言って車掌と揉めた。もう我慢できない。私だけならともかく妻にまでなんてこと言うんだ。このことは警察に厳重に抗議するからな。でも現場に残されたビニールの袋から奥さんの指紋が。そんなはずないわ。私手袋してま。どうしてですか？詐欺にあって退職金を騙し取られたから、1500万円の借金を返済するためですか？それもあります。だけど一番の理由は姉と恵子が許せなかったんです。親父が死んだ時、兄貴は私が相続するはずの財産を増やしてやるからと言って預かった。
帰り。どうだった修善寺。うん。うんって？私ね、なんだよ乙女さん、どうしたんだよ。しばらくこうしていたい。どうもありがとうございました。ご苦労様でした。よかったですね。はい。どうも。この間はありがとうございました。いえ。それとお見合いの時母が失礼なことを言って本当に申し訳ありませんでした。私どうしても米田さんに謝りたくて。あ、いいんですよ別に。気にしてませんから。お、なんだあの女性は。お見合いの相手、綺麗な人でしょ。へえ、これで米田も旅館の若旦那かな。